雪倒れヒューマン、誰か倒れている。じゃあにじりにじりと。男かな。ブッシュに身を潜めながら、あ、立ち絵がある。これはなんか重要キャラクターだな。あなた様、あ、俺様です。お恥ずかしいところお見せいたしました。自分は大丈夫です。大丈夫？お腹空いてる？もしあなたは親指姫様では？ Yes, I am。 なるほど。小金見世物一座の少女人形とはあなた様のことでしたか。なんだい？創作願いかなんか出されてたのかい？あ、でも死んだことになってるから関係者からかね。あの、わらび草履、わらび草履じゃない、またあらぬ方向にヒキガエルの名前が飛んでいったけど、ヒキガエル側かお母さん側かどっちからかの。一座はこれからもここで。そうですか。全国巡業を。そうなんですよ。あの、次名古屋ドームなんですよ。またお伺いいたします。今日ここであなた様に出会えた幸運に感謝します。あら、それでは。名前すら明かしてくれないの？どこ行くねん。背景の夕日綺麗だな。これは実写素材かな。そして小金見世物一座は一路北へと向かうのだった。お、大迷幕が終わった。じゃあ次は第3幕。あー10%、安定の 10% です。次は秋かね、やっぱり。第3幕秋。欲しいな。何を？あいつじゃ、親指姫。このロリコンがこの一座にいるんだもの。もう兄さんのものでしょ。違うな、まだ足りん。あれかな、あの、草ガエル、違う、ヒキガエルがさ、自分の肉体食べさせちゃうマンだったじゃん。そういう系の異常性癖を持ってるやつらがいっぱいいそう。だからこれもなんだろう、単なるロリとかそういう系じゃなくてもう一癖ありそうだね。試してみる？何を？いや、まだじゃ。わしをもっと狂わせてみろ、親指姫。果実が売れるのを待っている。夏も終わりか。夏が終わり、北国での巡業を終えた一座は秋を前に南の本拠地へと戻ってきた。親指姫が一座に加わってからすでに半年の月日が流れようとしていた。だいぶいたね。今日の客の入りも上々じゃったわ。みんなお疲れさん。帰郷公演ちゅうことでみんなには休みもなくやらせてしもたが、明日からしばらく休園じゃ。ゆっくり休め。今日はもう日が暮れるからの、町に出たいやつは明日以降にせ。以上。3しばしばしば。ほら、やっぱあいつら忍びだよどこのどこ隠れの里のやつらかな。セーブしよう。すっかりこの衣装だね。セクシー。酒や調味料など
ウェイパーないかな、ウェイパー。いつもこれで皿洗いをさせられている。あ、親指姫、ちょうどよかったわ。ごひいきさんから柿をいただいたの。切り分けておくからみんなを呼んできてちょうだい。こっくり。いい返事だわ。いつじゃ、いつだ、いつ、いつじゃじゃじゃ、一番の売れっ子はあなただけれど、そういう謙虚者を持つのはいいことじゃ。いくら売れっ子になろうが、一番下っ端であることには変わりないもんね。カーナ、余計なこと言わなくていいのよ。それじゃあ頼んだわよ。はいよ、あと6人。ああ、これ誰かハブにしてもいいかな。あれ、誰か足りない気がすけど、まあいただくかって。芸人の魂は芸に宿る、女の魂は足に宿る。どういう意味だい？足フェチのためのそういうんじゃない。うひょう、トイレ、あちくしょ。あー、どう回ろうかね。見取り図もあるけども、窓の外は日が暮れ始めている。テコ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 。団員宿泊室、2人ぐらいいそう。大正解。ごそごそ履物がしまわれていた。よし、腕ウォーク。そういえば親指姫が一座に入ってくる前だったよね、マスミがいなくなったのって。どこかの変わり者に引き取られたって言ってたけど、元気にやってるのかな。僕もいつか。僕っ子だね、少女だから。玉の輿に乗れるといいんだけどね。そううまくはいかないよね。へえ、花ちゃんが柿を剥いてくれてるのか。そりゃいただかなくちゃね。よし、じゃあ別の部屋に行こうかってこともできるのかな。おさきちはただまなこを丸くしておいとの顔を見るばかりである。いつもと変わりのない元気のいいはしゃぎきった様子が、この場合むしろ憎らしく思われた。何読んでるんだって？小説、隅田川ってやつ。読み書きはあんまり得意じゃないし、読書なんてもっと得意じゃないんだけど、たまにはいいかなって思ってね。ペラ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 。へえ、ちょうど甘いものが欲しかったんだ。行くよ。マウス、オーラル、オーラルちょめちょめさん。自分用の親指姫の小さい布団。前の時は親指姫用って感じの布団じゃなかったけども、もうしっかりと一座の一員として扱われてるってことだね。小金虫ルーム。柿食う？どうしたんじゃ、親指姫じゃなくて看板娘。いやー、ちょっとあさりに来ただけっすよ。こちらを見ている。クソ、ダメか。仏壇だ。小金虫によく似た壮年の男の写真が立てられている。お父さん？写真の端に、初代小金見せ物一座。ついなんか小金物って言っちゃうんだよな。小金見せ物一座団座長と書かれている。小金虫のファザーのようだ。もうすぐお得意さんがお見えになるっていうんでな、こうして着替えんと待っとるんじゃ。毎年拠点公演を始めると挨拶したいって言うてくる富豪なんじゃが。いや、何もない。それより、わしに何ぞ用があって来たんじゃないんか？鍵よ、切ったよ。ああ、わしの分はええわ。お前さんが食べてくれ。やった！今言うた通り、もうじき客人が来るんでな。それに、甘いもんは得意やない。花も分かってて、なんでお前さんをよこしたんじゃろうな。前、早く戻らんと。お前さんの分が食われてなくなってしまうぞ。大変だ、すぐ戻らなきゃ。立派な掛け軸。なんじゃ、押し入れの前で立ち止まって。わしの布団を。またあのパターンか。冗談じゃ。
そんな顔しなさんな。チェ。でも、ダメだ。矢探しできない。つまり、いないときは何かできるってことかな。あと3人。あ、なんかある。見せ物小屋の流儀という本の横に、野原ひろしの昼飯の流儀という本の横に、紙切れが1枚挟まっている。縄抜けのコツと書かれた紙に何か図形が書かれている。ほう、縄抜けのコツ。あー、なんかこの後縛られるんですね、きっと。で、それで抜けられるようになるわけか。まあこれはしゃべっておくかな。あとは録画ファイルを見ながらでもいいし。関わってんだろうな。ん、縄抜けのコツはいつでも見れる。これ誰の布団？マナかな。タンスの中には妹たちの服がしまわれている。手まり、人形、おはじき等、おもちゃがたくさん。他ないかな？倉庫。結局、あの時入れなかったからね。残りの3人は、下かな？マナカナはさ、鼻かなか。あれは2人として扱うの？この今呼びに行く人数とは関係ないけど、ろうそくやマッチ、油のランプなど、ろうそく、縄、まさか。で、君はなんでテーブルで寝てるんだい？今日客席にアヘン商人が来てたよ。あら、最近はアヘンと同じような効果が得られるお茶が栽培されている場所もあるんだってにゃ。あん、ちょっと興味あるにゃ。あ、ミリンは、あ、ミリンがお薬で気持ちよくなっちゃうんだにゃ。にゃ、かけ、あ、すきすけ、早く行くにゃ。疲れてきた。ちょっとあいつ喋るシーン少なめでお願いします。勝手な。あ、ナタ？蛇か。変が違ったわ。どちらにしても危ないけど。何かに使いそうだね。おーい。こっから行ける？あ、行けない。おーい。おーい。ぐるっと下からかな。客席から回り込まないと。違う。待合室。待合室に一人って感じかな。で、客席にもう一人。料金表。子供が10銭、大人は30銭。頭脳は大人で、体は子供の場合は、やっぱ10銭でいいんですかね。ああ、あなたでしたか。今もしかして、待合室の方からわざわざここに来ませんでしたか？お、別ルートがあんの？わかりづらいけれど、柵は上手の端が開くようになってるから。さっきいじったのに。このフラグを立てないと開かないのかな。わざわざ乗り越えなくてもいいんですよ。へえ、柿ですか。いいですね。じゃあ先に行ってますよ。あと一人。でもこっちに通りたいというか、玄関の方行きたいからな。ここ BGM がなくなるのがなんか、何かあるんじゃないかって思っちゃうね。もう日が暮れる。外はダメ。団長がさ、衣装の丈を変えろってうるさいんだよね。色気が私の売りだってのに、みだりに足を出すなとか言って。ああ、なるほど。女の魂は足にどうのこうのってのは、魂が宿ってるから、大事なものだから、そういうみだりに出すなってことか。お客だってそれを見に来てるのに、一体何なってんだろうね。まるで子供扱いだよね。まったく嫌になっちゃうわ。それより、私に何か用？カキ、カキ、カキ。カキか。別に好きってわけじゃないけど、せっかくだからいただこうかしら。ダダダダダダ、ワクワク、カキか。別に好きじゃないけど、ワクワク。あいつめっちゃ早足で行ったから、内心大好きなんだろうな。さて、鼻かなのとこに戻りましょう。あ、これ全員に声をかけたから、すぐに食堂へ戻ろうか。まあ戻っちゃうか。多分あの
花かなの縄のメモとかを調べられるから探索も可能と。まあでもいいでしょう。あらかた調べ終わっただろうし。あ、親指姫、戻ってくるのが少し遅かったわね。まさか、まさか俺の分の。残念だけど、あなたの分の柿はなくなっちゃったわ。つまりは団長の分もないってことか。誰か知らないけど、あなたの分まで食べちゃったみたい。まったくやることが子供なんだから。犯人はこの中にいる。チャン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 って各員のあの顔のアップが映し出され、犯人探しをする気なら自分でやってよね。私は関係ないから。ところで花さん、その口の脇についているオレンジ色のものは何かね、みたいな。はっそういう流れはないかな。ん？犯人探しに成功すると親指姫の純潔度が大幅に上昇する。俺手遅れなんじゃないか、もう。まあ探してみるか。犯人探しをするの？そう、